動物が単に好きだから、どんな動物でも助けたいっていうよりは、どちらかというと、その人と動物の関わり合いをなんとかうまく保っていけるようにっていうのを考えて仕事をしてますね。私が普段している仕事は大きく分けて2つあって、1つ目は、保健所に収容された犬猫をなるべく慣らして、次の方に譲渡していく。もう1つは動物取扱業の登録更新を行っています。そうですね、動物病院で10年間やりがいっていう意味では動物病院に居続けてもいいかなとは思ってたんですけど、ここ3、4年で、結婚、出産っていうことがあって、動物病院だともうかなりその夜間診療とかもあったりで、家に帰れる時間がほとんどないとかもあるんですよね。で、そういった中でやっぱり子育てをしていく上で家族一緒に過ごしていきたいっていうのがあって、動物病院以外を考えるようになりました。いや、思ってたより自分じゃなきゃできないっていう仕事はそんなに多くないんだなっていう、例えば治療とかが必要だった時に民間の近くのその動物病院さんに連れて行くことができるので、必ずしも僕がその見なくてもなんとかなるっていう、良くなってくれるのであればどちらでもいいかなと思ってますね。かわいそうだからちょっと何々してあげたいっていうのがあったんですけど、同じ業種に関わってるとだんだんそういう感覚ってちょっと薄れていく部分があると思うんですよね。で、そういったその一番初めの初心っていうのを思い出させてくれるっていう意味では影響がありますね。もうすごく可愛いですね。その相談があった時に、うちとしてはやっぱり対応しなければならない。ちょっとその保健所に収容されても殺処分になってしまうとかの可能性もあるので、もともとの母体の数を減らしていけたらなっていうふうに思ってます。人と動物の未来を作る。